タワシめぐみ。よし。めぐみちゃん。いいな、みんな本名でやってんの。変えないよ。和則さんも本名とかにしないんすか。そろそろ今本名よ。今はそう。それ決めたら怖すぎでしょ。誰だったの。活動名をってこと。はい、そうです。なるほどね。そう思ったこととかないんですか。いや、ないかな。俺名前が、その名前あんまかっこいいと思ってないしな。そういう自分の名前なのに。そういう問題ですか。大輔ってって感じ。なんかもう昭和の名前だから。いいじゃないですか、松坂大輔。だってあ、松坂大輔とか俺の大輔と同じ理由でつけられてる大輔だからな。どういう理由？いや、と野球選手の有名な選手の名前から取ってるのが、あ、そうなんですか。多かったから野球選手に大輔多いのよ。あ、そうなんだ。そうなの。こう言われたのが何も言えねえな。あ、もうね、大した理由もねえ名前だから。いやいや、そんなことないと思いますよ。そうは言ってないっすよ。しょうもないな。おひねりも何もない。おお。いや、そんなないって。そんなことないですって。悲しむっす、世界の大輔が。炎上っすよ、佐々木さん。いや、自分の名前でアワダコでやりたくないですよね。確かに俺もあれなんだな、平成初期ネームなんだよな、ユータって。俺の学年4人いました、ユータ。なんか由来。いや、知らんっすね。なんか流行ったんじゃないですか。流行ってるからつけとけみたいな。じゃあ大した理由ねえな。心外だな。いや、俺はなんだっけ、優しくずぶとい子になるようにと、優しい太いっていう字っすよ。はいはい。ああ、じゃあちょうどそんな感じじゃない。そうっすね、確かにそうだ。俺の親孝行っすね、名の通りに育った。素晴らしい。そうか、よかったな。言った。いや、なんだっけ、めぐけいだ。K はどういう由来な。由来あんのかな。ない、名前ないだろ。ねえよ、だって。でも聞かない。でもかぶったもんねえな。めぐみって書いて K はおらんねん。ああ、そういう意味ではよかったわ。かぶんないから。え、かぶんない。かぶんないから、うん、かぶんないからね。俺、一回突っ込めるから、ちょうだい。はい。キュー。あ、忘れた、もう、突っ込む。まあ、でも、何にしても恵まれるようにって感じだった気がするな、確か。へぇー。ほら、恵まれてるわ。恵まれてるわ。恵まれてるんですかね。結構恵まれてるし、もう、身長は恵まれてる。確かに、身長に恵まれたっすね。